さあ、本日の風船で質問シリーズですね。はい。今回ちょっと初めて、昭和の方だけにちょっと質問がありましたね。あ、昭和の方だけに。うん。まあ、どこから来ましたかということで、うん、大体来た場所っていうのが特定できたんですけど。そうですね。うん。昭和の方が途中でただ1回、2回答えたというか、一度2回答えた時があって、あ、はいはい、どこから、どの地域から来ましたかみたいな感じの時に、うん、関東と中部の2つの風船が割れてたんで、で、結局どこから来たので、前回のね、突き詰めていったら関東だったんですけど、うん、そうね、途中で割と、じゃあ中部なんだろうということで、それを改めて、うん、多分これを聞いたら俺は答えられるんじゃないかっていう、うん、っていうか、まあこの広い意味で聞いたら、うん、なるほどね、広い意味の質問、うん、この中に思い出の場所はありますかという、うん、なんか思い入れがあるんじゃないかなということを一応、思い出があるから割れたんだ、そういうことを割れたとか、まあなんかここ来る前の、その前にものすごい長くいたとか、何かあった場所、まあ何か縁があったのかな、あった場所なんじゃないかなというのをちょっと知りたくて、はい、ちょっとこの中に思い出の場所がありますかで、中部地方、はい、まあ愛知、静岡とか、石川とか、あの辺全部長野とかね、うん、質問で、うん、中部地方のどこに一体何の思い出があるのか、うん、ちょっとだって二つも割るってことは何かよっぽど、うん、そうだね、大体一つやのに、で、うん、結構力いるはずやからね、二つ割ったりするのもね、かもしれないね、まあ、じゃあちょっと場所知りたいね、とりあえずこの中部地方のどこに対して何か思い入れがあったのかっていうのをちょっと聞いてみたいと思うので、うん、はい、今回は昭和の方だけにちょっと質問ですね、うん、では準備しましょう、はい、さあ、セッティングが完了しました。うん、昭和の方、はい、この中に思い出の場所はありますかということで、うん、中部地方を、全部並べてますね、はい。で、もう今までの撮影で、色に関係なく何色でも割れるというのが分かっているので、うん、しばらくの間逆に、色を統一してみようということで、うん、この色で統一してますが、この統一シリーズももうだから結構長いことやったんですけど、そうですね、ずっと言ってるね。うん、俺はもう一個だけとりあえず分かったと思ったのが、うん、色を統一すると風船のストックの減りが早いという。いや、半端なくね、うん、緑もなかった、オレンジもなかったということで、いや、一気に見えなくなったね。気をつけないとなというね、その辺の管理が新たに出てきたよね。幽霊さんに何か関係あったのかは分かんないですけど、僕らには関係ありましたね。完全に折れない、もう買いに行く量増えたもんだって、うんうん、ちょっとじゃあ上から読み上げますか。じゃあ出てきましょうか、うん、まあ、この中に思い出の場所ありますかということで、うん、中部地方な、まあ、中部地方、これ全部中部地方なんですけど、こっちからの愛知、三重、岐阜、福井、うん、でこちらに静岡、滋賀、長野、富山、石川という感じで、なるほど、全中部地方ですね、これの中で思い出の場所という、一体どれが何があるのか、まあ、どんな思い出かっていうのも気になるし、ね、いい思い出か悪い思い出か、悪い思い出の可能性だって、いい思い出でやってほしいけど、まあちょっとね、まあ何かあるかもしれないということで、どこかということですね。とりあえずまあ中部地方をなぜ割ったのかを、うん、これでちょっとわかるんじゃないかなということで、そうですね、うん、じゃあこれでいつも通り深夜撮影しますか。はい、じゃあ行ってきましょう。はい、じゃあ我々出かけます。はい。
なのか分からないのか。分かんねえよ。例えば相方が死んだ場合、親に嘘ついてたってバレてキャバ嬢にマジキモいって言われて、女王様にあの人最近は見つまないって言われてしまいそうなの。散々やもう人生の集大成。俺お前みたいな人生送れないともうハゲてもいいの。何よ俺だってもうハゲてきてる俺。今度お前が俺どうしても入れたいってとこ全然受けねえじゃねえか。